本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーい。さあどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。おシャンティーなキーボードが欲しい、ゲーム愛好家、デザイナーの方々におすすめ、カスタマイズとスタイルの境界線を越えたメジャーアップグレード、エポメーカー TH80 プロ V2、 こちらを紹介していきます。表面、裏面、開封していきます。取説、日本語ページございます。キーキャップ、キーキャッププーラー USB Type-C ではいきます。キーマーク、こちらは押せません。ここだけ色が違います。エンターキー、スペースキーとエンターキーだけがブラウンです。エスケープは赤。ゆっくり押したら音は聞こえません。強く押したら、ゆっくり押すと無音。強く押すと。重さ 842g、 横 32cm、 奥行き 14.5、 高さ約 2cm。 こちらでございます。こちらキーの数は79。キーボード裏、こちらですね、角度の調整ができる足なんですけども、足場なんもなし、一番高い、第2段階。こちら本体、長寿命、再充電可能な 3000mAh のバッテリーが内蔵。ゲームを中断することはなく、クリエイティブな作業、日常使いでも不安なくキーボードを活用できます。本体はマグネットキーでタイピング、作業効率を高めます。コンパクト 75% レイアウト。こちらキーボード、必要な79のキーを備えた 75% レイアウトを採用。コンパクトなデザインと充実した機能性を兼ね備えた理想的なサイズバランスのキーボードです。ガスケットマウント構造について。こちらのキーボード、ガスケット構造を採用。マルチレイヤーフォーム、シリコンパッド、IXP、スイッチパッド、これらを重ね合わせることによって、箱から取り出してすぐに安定&スムーズな打鍵感を堪能することができます。1.14 インチ RGB ミニスクリーン搭載。キーボード、こちら、カスタマイズ可能な便利な 1.14 インチの RGB スクリーンが搭載。ロゴや GIF、アニメーション、落書き、パソコンのシステム情報を表示させたり、お好みでカスタマイズをすることができます。操作については、ファンクションキーと X で画面のオン、オフ、ファンクションキーと Enter で画面上の GIF を選択。ファンクションキーとスペースバーで、このキーボードのリセット。VIA プログラマブルについて、自分の癖やニーズに沿ったキーボードは欲しいと思ったことはありませんか？各コマンドを高速かつ正確な操作に変える設定やマクロ作成ができます。このキーボード、 VIA プログラマブル機能によって各キーをお好みに合わせて自分好みにカスタマイズすることができます。単なるツールではなく、あらゆるコマンドを迅速かつ正確なアクションとして設定可能。トリプル接続モードについて、このキーボード、接続は3つ方法がございます。まずは、付属の USB-C ケーブル。有線はこちら。Bluetooth 5.0。低電力の Bluetooth は、カジュアルなゲームやタブレット、スマホ、PC の間を行き来する、軽作業に最適です。一方、信頼性の高い 2.4Hz は、FPS ゲームに適しています。2.4 は、こちらです。収納スペースがございます。思いっきり振っても、落ちません。本体には 3000mAh のバッテリーを搭載。激しいゲームの最中でも、クリエイティブな作業の最中でも、長時間の仕事の最中でも、こちら途切れることなく活用ができます。エンハンスメント、パックホロン、シリコン、 IXPE パッド、これらのフォームとパッドはプレート、 PCB、 ボトムシェルの間に配置、ゲーミングキーボード内の空洞を埋めています。このパッドにより重厚で柔らかくなったタイピング音が奏でられます。
イナミック、RGB、バックライトについて、キーボード本体には数十種類のライトエフェクトを搭載。色、明るさ、フォーワード、スピードを調整することで、それぞれのエフェクトを自分好みにカスタマイズすることができます。操作については、ファンクションキーとバックスペースで、ライトのオン、オフ。ファンクションとアイキーでライト効果を選択。ファンクションと上下、左右、上、明るさ、色、サイド、スピードを調整することができます。エコメーカー TH80 プロ V2。 重さはこれくらい。ミニスクリーン搭載。高さ調整ができる3パターンの足場。コンパクトで使いやすいレイアウト。3つの接続方法。そしてこのキータッチのサウンド。ぜひこのキーボード興味がございましたら詳細欄をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。静かなキータッチ、強く押すと耳に残るサウンド、最高です。本番いきます。こちらでございます。デザイナーカスタマイズスタイルのキーキャッププーラー、こちらでございます。角度調整する、角度激しいゲームの最中でも OK。